りそっくりな芸能人診断ということで、皆さんスノーやってますか？まあたまに。お、スノーのアプリありますよね、はい、大人気の女子高生とかに、はい、あのスノーのアプリでこんなことができます。こちら、あなたにそっくりな芸能人診断ってことで、顔写真なんかよくあるやんか、そういう顔でなんか写真撮って似てる人誰ですかみたいな、そういうことがねスノーでもできるので、今日はちょっとね3人にやってもらって、あとなんか笑った顔とこう怒った顔ととか表情変えたら変わるのかなとかやっていきたいと思います。どうやってやるんやろ、そこ全然知らんねんけど、これ使い方マジいきますよ。はい、はい、こちらです。こちらの写真をポッと押すとくるくるくる、あ、あなたと得意な芸能人はイ・ソンギョンさんです。わからん。へえ。あ、そうそのあれね、段階を。そうそうそう。段階踏まえたらなんかちょっと確かに似てる気もするよ。みんな似てると思いますか？うん、似てるんかな。真ん中似てるよ。だって真ん中がさ、寄せていってるから。そう、寄せていってるからね。じゃあ今のが、まあ、ノーマルフェイスやったんでね。じゃあ次、マイマイいきますか。まずはい、マイマイです。いくよ、せーの、はいはい、こちらマイマイです。ほい、あ、鈴木優香さん。へえ。似てないね。これは似てないと思う。これは似てないと思う。うん。真ん中は似てる。この真ん中2つはやっぱなや、うん、似るんだよ。うん、じゃあ次包みで。はい。包みですね。お、いきまーす。はい。こちらで、よいしょ。お、平手ゆりな、欅の平手ちゃんです。似てるか？似てないで。だってな、真ん中とかだいぶな、だいぶ無理あると思うねんけど、こんなん言ったらあれですけど。確かに。いやいやいや、ありがとうございますやないね。じゃあ次みんな、うん、めちゃめちゃ笑顔でいきましょう次は、うん、はい、めっちゃもうとびっきりの笑顔で、はい、さあ誰になるのでしょう。とびっきりの笑顔です。はい、ああ、マギーさん、ハーフのタレントの。だから真ん中2つは絶対似るねん。うん、なんかおーってのがまだないね。そうやな。じゃあ次、マイマイのとびっきりの笑顔お願いします。あ、ピースつけてみるタイプ。いきます。はい、マギーさん。待って、やばい、笑ったらマギーさんになる説。じゃあちょっと包み出せるかな、マギーさんを。さっきも割と笑顔やった。確かに。じゃあもっとそれを裏、ちょっと取ってあげてくれ。もうちょっと大変やから。はい、はい、こんな感じです。はい。はいはい。これ？うん、いいよ。お、トゥワイスのダヒョンさん。ありがとうございます。あ、でもなんか、あの、携帯を逆から見てたら似てる。おい、この角度から見てたら。なるほど、納得できる。なるほど。じゃあ、うん、次、おこ顔、うんうん、おこ顔でいきましょう。うんうん、そうそう。なんかちょっとまだ、うん、
なんかほらよくさ誰々に似てるって言われますみたいな、はいはいはい、言いたいやん。あ、そういうのをちょっと見つけたい。こんな感じです。怒ったむーちゃんの顔です。はい、えい、お、宇垣美里さん。お、真ん中二つはね、だからそういうやつ。あと前髪の分け目。ああ、ちょっとじゃあ、じゃあ次マイマイ。はあ、カンダニエルさん。何、もう男性性別変わったな男性になっちゃった似てる、びっくりするぐらいこれは似てない言ってもうたじゃあラスト包み、はい、じゃあ罪的に自分怒ったらどんな誰みたいな顔になると思う？難しい質問だな。いいですね。ってことはテチなんですか？そうか、面白い。でも2回出てくるってことはその、そうこのやっぱ分析されたらそうなるんかな、うん、でも確かになんか顔の輪郭とか、うん、バランスとバランスが似てるんかな、そうかもしれないです、うん、じゃあ最後に私もやってもらいたいなと思います。はーい、はい、行きます。おー、あー、うわ、え、アイズワンの宮脇さくらちゃん、え、ちゃんね、そこ前1回な、うん、あの、うん、みんなでやった時に、うん、乗ってんこれ、あー、あー、しかもあの木戸さくら、宮脇さくら的な、あー、うん、しかも1回成功したよ、ね、そうでも誰にも、あ、確かに似てるとは言われへんからそう似てはない、バランス的に、バランスやっぱ彼のバランスかな、うん、でこの判断判別してるかな、うん、そうかな、どこどこする、何これよ、うん、はい、はあ、すごい、すごい、これはダニエルダニエルって感じでね、はい、どういうやっていき方か分からない、最後に横顔、はい、おまけこれで、ね、もう宮脇さくらってなったら、うん、もうちょっと認定や、認定や、さっきと角度違うからね、わあ、こんな感じ、本当だね、ほんまや、いきます、おお、え、でも声聞いたかな、ちゃん、え、嬉しいな、かわいい、うん、似てる、でも多分、うん、似てる似てないじゃなくて同じフィルター使ってる、ああ、面白くじゃないか、そうな、結果になったんですけど、はい、皆さんよかったら遊んでみてください。バイバーイ、バイバーイ。なんか写真撮ってくるんやけど何ですか、あの撮られてるんやけど、なんか
ですか？トイペン？黒、黒でいい？あ、そういうこと？マジで。ラプス。クラスじゃない。いや全然もうマナルンとかおるからはいはい二人きりだねって言われて二人きりそんなことないよほらマナルンもおるしむーちゃんもみっちゃんもおるわんあこれホームビデオそうやばいリアルタイムで成長してるすげえ評価チャンネル登録よろしくお願いします。私たちの日常的な動画はサブチャンネル